ん元気ですかね。もう本当に寒くなりましたね。ね、今シーズン初めてね、お店もね、暖房をかけるぐらい寒くなってきました。もうね、いよいよシーズンそこなんですけど、それでね、いろんなお店に通ってる人もいないと思うんですけど、ダーン見てください。ユニオンがようやくいっぱい入ってきましたね。今年話題のウルトラ、みんなもうね、つまらなことになって探してると思うんですけど、今日はウルトラじゃなくて見てください、これ。アトラスですよ。そうです。カズくんも使ってるこのアトラス。このアトラスについて遊び方をちょっと皆さんと一緒にねシェアしたいと思うんですけど、実はアトラスって他のビンディングとちょっと違うんですよ。めちゃくちゃ反応が良くて、トゥーサイドとヒールサイドの反応がめちゃくちゃいいビンディングなんですよ。もちろんね、家族とね滑りとかでもついていかなきゃいけないから、やっぱユニオンの方はそういったねフリーライドの究極のビンディングとして出してるのがこのアトラスなんですけど、一番の違いは何かっていうと、他のビンディングに比べると同じサイズでもこのベースプレートは縦の幅が短いんですね。短いからこのトゥーサイド、ヒールサイドのこの反応がすごく速いんですよ。それでこの反応が速いっていうばかりじゃなくて、この必ずこのキャンバーディスクって入ってるじゃないですか。それでこのアトラスだけには実はキャンバーディスクでキャンバーワッシャーっていうのが入ってるんですよ、ね、これをこのようにつけてビンディングを抑えるんですね。これでめちゃくちゃ反応のいいベースプレートになるんですけど、ね、やっぱり今の子たちっていうのはマニュアルがすごい読むのが上手だから、マニュアル通りにこの道具を使うっていうのはすごい長けてると思うんですけど、実はですね、これこの設定以外でもう一個これ見てください。ネジがこれ普通のワッシャー4つ入ってるんですよね。4つだ足らないじゃんってみんな言うじゃないですか。そうなんですよ、足んないんですよ。なぜかって言ったら、この4つのはバートンのチャンネルに使うためにこういう風に使うんです。こういう風にこうやって使うから4つしか入ってないんですよ。あ、なるほどなと思うじゃないですか。あ、なるほどなるほど。でもこれ4つしか入ってないんだと思うんですよ。それで通常の人はこのキャンバーワッシャーを使ってこう使うじゃないですか。そうするとここの部分がめちゃくちゃ硬くなってすごく反応が良くなるんですね。このプラスチック自体も硬くなるからベースプレートの反応が良くなるんです。これをしてやっぱりアトラスさんめちゃくちゃこの反応が良くなるんですけど、このマニュアル通りじゃない使い方をするんですよ。ワッシャーこういう風に入れてください。それでおそらくこのアトラスを使うぐらいの人だったらば、まあ、あなたもユニオンピーポーだから今までもやっぱユニオン使ったことあると思うんですね。だから昔のユニオンからもう4つワッシャー引っ張ってほしいんです。それでガンバーワッシャーを外してこっちもこれにするんですよ。この状態でアトラスにオンするんです。そうするとこの状態でアトラスにオンしてボードを操作するのと、この状態でアトラスにオンしてボードを操作した時のビンディングの感覚が変わるんですよ。これめちゃくちゃ面白いんですよ。ということはね、ということは今年アトラスを買った人は2倍楽しめるんですよ。通常のレギュラーモードのこのキャンバーワッシャーにつけてるこの、ね、頑丈なベースプレートのアトラス、そしてちょっと反応が良すぎるなと思ったら、これをこの状態に変えるとこの部分、いわゆるセンターの部分のこのこれがなくなるからしなるようになるんですね。そうするとこのプラスチックだけで止めてるのとこのワッシャーのこれだけ止めるとね、乗り心地が変わるっていうことで、これは楽しめるんですね。これはめちゃくちゃ面白いんですよ。でこういったことをやっぱりいろいろちょこ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 変えていくと、自分の持ってるギアが2倍も3倍もこうやって面白くなるんですよね。カービングをするためにこのボードを買いました。カズくんね、これめちゃくちゃいいフリーライドをするためにこのボードを、このビンディング買いました、ね、これマニュアル通りこれね、キャンバーワッシャーをつけました。おわさますごいな、でもすごい反応がいいな。じゃあ元のこのワッシャーに戻してみて乗ったらどうだ。うわ、カズくんのボードがまたちょっと変わるよ、ブラックスのボードですよ、これがちょっと変わるよっていう、そういった乗り心地にできるのが、隠れた楽しみがあるのがこのアトラスなんです。そしてねアトラス、このストラップじゃないですか。このアトラスのストラップを例えば皆さんがもし持ってるんだったらファルコアのストラップに変えるんです。そうするとこのファルコアにストラップに変えた途端に2シーズン前に出た
カズくんのリミテッドモデルあったじゃないですか。アトラスのリミテッド、カズくんモデル初めてです。それはアトラスベースにストラップがファルファだったんですよ、ね、そういった楽しみもできるんで、ね、マニュアル通りじゃなくて自分のスノーボードをもっともっと広げて、このプレートにこのビンディングにこのストラップを変えて、このビンディングにこのプレートのワッシャーを変えてって楽しむと、あなたのスノーボードがね2倍も3倍も楽しむっていうことで、今年はそういった楽しみ方もこの後いくつか持ってるんで紹介したいと思いますね。だからどん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 いろんな工夫をしてあなたのスノーボードを作ってほしいんですよ。そういった楽しみ方をするとまたあなたのスノーボードの深さがまた一段とくるんです。ということで今日はアトラスの2倍の様子楽しむ楽しみ方、これを紹介しました。はい、シーズンがもう始まりますね。このワッシャーなんとか用意してね、二重で楽しんでみてください。よろしくお願いします。